休み時間とは、それまでの活動を中断し、休憩や休息を取る時間のこと。多くは、学校や会社の活動時間内において、それを中断する時間のことを指す。だが、愛知県内の学校ではこの言葉は用いられない。労働などにおいては、休憩時間あるいは休息時間などと呼称することが多い。会社等において、休み時間は、 休憩時間もしくは休息時間とも呼ばれる。欧州連合では6時間ごとに休憩時間を確保するよう定められている。日本では休憩に関しては日本国憲法第27条第2項に基づき規定された労働基準法において規定されている。具体的には以下の表の通りである。公務員に関しては別に定められている。 地方公務員法第58条など、労働基準法第34条第3項で規定されている通り、労働者に対しては休憩時間を自由に利用させなければならない。この自由とは、労働者が権利として、労働から離れることを保障されている時間を意味し、つまり、労働、職務から解放させる必要がある。この自由を侵害した使用者に対しては、労働者が 精神的苦痛を受けたとして医者ありを請求することも認められる最高裁判例がある。ただし、その自由については一定の制約も可能であり、事業場内で自由に過ごすことができる場合には、事業場内のみで休憩を取らせることも違法ではない。休憩時間中の労働者に対して来客対応や電話当番をさせた場合、労働時間に含まれることになるため、 休憩時間には当たらない。使用者や監督者の指示を待ち、それまでの間、仕事をしない待機時間についても、使用者や監督者の一定の指揮監督下に置かれていることになるため、やはり休憩時間には当たらない。学校や塾などにおいて、休み時間とは、授業と授業の間にある時間である。愛知県などの一部の地域では、 放課という呼び方をする。休み時間は、次の授業のための準備時間である。児童、生徒、学生にあっては、教科書や、ノートなどの用具の準備や、教室を移動するための時間となる。また、友人と談笑したり、気持ちのリフレッシュをする時間でもある。休み時間では、授業開始に備えて5分前行動を心がけたり、早めにトイレへ行くなどしておくことが望ましいとされる。 欧米諸国を中心に休み時間はほとんどの国で飲食を行う時間でもあり、生徒によっては自宅から持参したり学校で購入した軽食や果物などを取ることが行われる。日本では一般に休み時間でも水以外の飲食物の摂取が認められておらず、世界的には得意な現象であると言える。教師、講師にとっては職員室へ戻ったり、 次の授業の準備を行ったりする時間である。また、教科担任制を取る学校等にあっては、授業中にあった出来事を学級担任へ伝達するなどの連絡や、教材作成、宿題などの提出物の点検、あるいは授業中にあった電話の応対や、その他処理すべき事務作業を行うなどの時間ともなる。従って、教師、講師にとっては、一般に、 休み時間とはいえど休憩、休息を取る時間とはなりにくい。欧米の大学には時間を知るのに、教会の金に頼っていた時代には生児しか知ることができなかったことの名残で、実際の講義開始が15分遅れるアカデミッククォーターの慣習があり、この間が移動等に使われる休み時間に当たる。休み時間の故障は設定時刻などで異なる。休み時間大抵の学校、 塾などでは10分であることが多い。次の授業のための準備を行い、必要に応じて、要弁などを済ませる時間である。中休み、小学校などの初等教育や中学校などの前期、中等教育の学校にあっては、2時間目と3時間目の間に、通常の休み時間以上に長い休み時間を取ることがある。15分から20分程度が多い。中休みは、 高等学校や高期中等教育や高等教育以上では見られない。また、地域により、合間休み、大休み、中間休み、大休憩などと呼ばれることもある。昼休み一般に、昼食後に設定されている休み時間である。時間は20から45分程度であることが多い。この時間は、校庭に出て友人などと遊んだり、図書室で読書をしたりする児童、生徒、 学生が多く見られる。また、教師に授業の質問を行ったり、学校行事などの準備を行うことに活用される時間であるが、一部の小、中、高等学校では、昼食の時間も昼休み、扱いされることがある。昼食後に、掃除の小、中、高等学校だと、当番でない子は、長く遊べる。放課後放課後は、学校の正規の活動が終わった後の時間である。 多くの学校では最終下校時刻を定め、その時間までを放課後とすることが多い。大概は児童、生徒、学生の帰宅等を考慮し、日没の時間程度までとするのが一般的であろうが、学校の実態やその日の日程等によっても異なる。放課後は特に用がなければ、児童、生徒、学生は下校となるが、一方で昼休み以上に遊んだり、 図書室で本を読んだり、教師に授業の質問を行ったり、学校行事などの準備を行うことに活用される時間でもある。また、部活動、サークル活動等は一般に放課後に行われる活動である。なお、記述の通り、放課が休み時間の意味で使われる。愛知県などでは、放課後という表現は使われず、授業後、下校後などと呼んで意味の衝突を避けている。 児童生徒、学生にあっては、友人と遊ぶあまり、教室内や廊下を走り回って、怪我をすることがある。また、本来授業準備の時間であるにもかかわらず、授業の準備が十分でなかったり、修行のチャイムが鳴っても、教室の自責に着席しなかったりする者も,もいる。これらの問題に対処するため、対外の学校では、廊下では走らないなどの休み時間に関する規則が、 設けられており、教師による巡回のほか、児童、生徒、学生の委員会活動による取り組みも行われている。ありがとうございます。